複雑ついでにもう一つ取引させてもらいたいんやけど、その古代遺物騎士班たちやなくてうちに回収させてくれへん？この古代遺物を結社にですか？ああ、別に悪用するつもりはないんよ。その辺は名手班に誓ってもええしね。さっきも言うた、やり残しの一つとして、あくまで個人的に供養させてもらいたくてな。代わりと言ってはなんやけど、入る手伝い、うちがしたってもええよ。そいつは。高天狼でもやっていた。確かに、レティのダスクグレーブなら、敵の領域への入り口を作れるかもしれないわ。そして、名手に誓うのは、結社の人間にとって最高レベルの制約。信用していいはずよ。古代遺物の回収は教会に任せるのが常識ですが、今この異変を突破するためには仕方ないかもしれません。そうだな。姉弟子どもに知られたら面倒そうだが、そこは口裏を合わせてもらおうか。CID としてはすでに手を引いた案件でもある。状況的にも問題はあるまい。セリスさんたちには悪いけど、これも民間人を侵食から守るためか。取引成立やね。ほな早速始めようか。ただあくまで空間を切り抜くんであって、空間を渡るためのもんやなくてね。最後の一押しはシズナ班にも手伝ってもらおうかな。いいよ。前に見せてもらってなんとなくコツは掴んでるしね。何を言って。オープンセサミ。真似事は真似事なりにうまくいったかな。上出来やない？そのうち一人でもできるようになるかもしれへんな。空間を切り裂くって真似できるものなんですね。いや普通は無理だと思うけど。どんだけそこが知れねえんだっつの。それじゃあ後のことはよろしゅうな。ダンさんが接ぎ木した庭、どんな風に畳むんか、ゆっくり見届けさせてもらおうかね。あなたに言われなくても、それに、庭園なんかどうだっていいよ。なあちゃんは、スーちゃんを取り戻すだけだからね。その通りだ。行くぞ。